仰向けになって床との接触を感じ取りましょう。そしたら転がって右横向きになってください。そして左腕を胸の前の方に伸ばしておいてください。右腕は枕代わりに使うといいかもしれません。左手の手のひらを床につけておいて、この姿勢で4本の指、親指を除く4本の指を曲げて、そして伸ばしてください。繰り返して、指先は床の上で同じところにいたままです。床の上であちこち動きません。指が曲がって、そして伸びて、拳があなたから遠ざかり、そして近づきます。今度、指が曲がったところでとどまっておいてください。そして、そのままで手首を曲げて伸ばしてください。繰り返して。手首を曲げるために、手首を床から持ち上げなくてはいけませんね。今度指と手首が曲がったところでそこにいてください。この姿勢で今度は肘を曲げて伸ばしてください。肘を曲げるためには床からさらに持ち上げないといけませんね。何度も繰り返して。ではやめて横向きのままで休んでください。今やった3つの動きを組み合わせてみましょう。まずゆっくりと指先を曲げて、完全に曲がったらば手首を曲げて、手首が完全に曲がったら、今度は肘を曲げて、戻すときには肘を伸ばし、手首を伸ばし、最後に指を伸ばしてください。こんなふうにして腕全体を曲げて伸ばすことをゆっくりと何度も繰り返してください。どうぞ気づいてください。やろうとしなくても自動的に肩甲骨が動き始めているのを。やめて、仰向けで休みましょう。では反対側で同じことをしましょう。左横向きになって転がって、右手を胸の前に伸ばして、最初に指を曲げて、次に手首を曲げて、最後に肘を曲げて、そうです。次に戻すときには肘を伸ばして、手首を伸ばして、指先を伸ばす。
これを何度も繰り返してください。腕全体をゆっくり曲げ伸ばししてください。ではやめて仰向けで休んで。両腕を真横に伸ばして、手の甲が床につくようにしてください。そしたら指先を最初に曲げて、両手ですね。そして両手の手首を曲げて、最後に肘を曲げていってください。戻す時には肘を伸ばして、手首を伸ばして、最後に指を伸ばしてください。これをゆっくりと何度も繰り返してください。両方の肩は床から持ち上がらないようにしてください。したがって鎖骨、首のところの骨ですね。これは動きがないままにしておいてください。肩甲骨の動きに注意を払って、やめて両腕伸ばして休みましょう。どうぞ覚えておいてください。最後にやった動きは、立った姿勢でも同じようにできます。ではゆっくりと立ち上がって、両腕を真横に伸ばして、その長さを感じ取ってみてください。どうもありがとう。